我が家の末の息子が伝道に出てから数ヶ月経ち、同僚と一緒の勉強会を終えようとした時のことです。息子は頭に鈍い痛みを覚え、華々しい異変を感じました。まず左腕が動かなくなり、それから舌がしびれてきたのです。顔の左側が力なく垂れ始め、しゃべるのもままなりません。息子は何か悪い事態に陥っていることは分かるものの、脳の3つの部位で重い脳卒中の発作を起こしつつあることまでは思い至りませんでした。体が部分的に麻痺していくにつれ、恐怖が広がり始めました。脳卒中患者がどの程度迅速に治療を受けられるかは、治癒の程度に大きな影響を及ぼします。息子の信仰深い同僚は毅然として行動しました。救急車を呼んだ後、息子に祝福を施してくれたのです。奇跡的に救急車はたった5分ほどの距離にいました。息子が大急ぎで病院に運び込まれた後、医療スタッフはすぐさま状況を見極め、徐々に脳卒中による麻痺からの回復効果を見込める薬を投与すべきであると判断しました。しかし、もし息子が脳卒中を起こしていない場合、その薬は脳内出血などの深刻な結果をもたらす恐れがありました。息子は選択の必要に迫られ、薬を投与してもらうことを選びました。完全に回復するにはさらなる手術と多くの時間が必要でしたが、息子は脳卒中の後遺症から十分に回復した後、最終的に伝道に復帰し、その務めを終えました。天の父は全知全能のお方です。私たちの肉体的な苦しみをご存知です。病気や老化、事故、先天異常による私たちの肉体的な苦痛を承知しておられます。不安症や孤独、うつ病、精神疾患に伴う情緒的な苦悩も承知しておられます。主は不当な扱いに苦しんできた人や虐待を受けてきた一人一人をご存知です。私たちの弱さや性癖や戦っている誘惑もご存知です。現世にあって私たちは悪よりも善を選ぶかどうか試されているのです。主の戒めを守る人々は決して終わりのない幸福な状態で主と共に住むことができます。ご自身のようなものになるべく進歩の過程にある私たちを助けるために、天の御父は御子イエス・キリストに全ての力と知恵をお与えになりました。キリストが癒すことのできない肉体的、情緒的、あるいは霊的な病気は一つもありません。聖典には地上における救い主としての共同の技の間、イエス・キリストがご自身の神聖な力を行使し、肉体的な苦しみを受けている人々を癒された奇跡的な出来事が多く記されています。ヨハネによる福音書には、衰弱していく病気に38年間苦しんだ男の話が記されています。イエスはその人が横になっているのを見、また長い間患っていたのを知って、その人に治りたいのかと言われた。この病人は自分が最も助けを必要としていた時、周囲の誰も助けてくれなかったと答えました。イエスは彼に言われた、起きてあなたの床を取り上げ、そして歩きなさい。するとこの人はすぐに癒され、床を取り上げて歩いていった。この人がどれほど長く苦しんでいたか、そして一旦救い主が関わられるとどれほど速やかに癒されたか、その対比に注目してください。すぐに癒されたのです。また別の例では、12年間長血を患っていた女性が、医者のために自分の身代を皆使い果たしてしまったが、主の後ろから近寄って御衣の房に触ったところ、その長血がたちまち止まってしまったのです。イエスは言われた、私に触ったのは誰か、力が私から出ていったのを感じたのだ。女は隠しきれないのを知って、触るとたちまち治ったことをみんなの前で話した。共同の技を通して、イエスはご自身が肉体を司る力を備えていることを教えられました。キリストによる肉体的な病の癒しがいつ起こるのか、私たちにはその時期を操作することはできません。癒しは主の御心と知恵にかなって起こるからです。聖典には何十年も、あるいは現世の生涯全てにわたって苦しんだ人たちが登場します。現世での病によって私たちは精錬され、神への信頼を深める場合があります。しかし、キリストに関わっていただくとき、主は常に私たちを霊的に強め、重荷に耐えるより強い能力を持てるようにしてくださいます。最終的に全ての肉体的な病気や弊害、あるいは不完全さも、復活の際に癒されることを私たちは知っています。それこそイエス・キリストの贖いを通して全人類に与えられる賜物なのです。イエス・キリストは私たちの肉体だけでなく、霊も癒すことがおできになります。私たちは聖典を通して、キリストが霊的に弱い人々をどのように助け、彼らを完全なものとされたかを学ぶことができます。こうした経験について深く考えるとき、私たちの生活に祝福をもたらす救い主の力に対する希望と信仰が増します。
イエス・キリストは私たちの心を変え、私たちが経験しうる不公平また虐待による影響から私たちを癒すことがおできになります。また喪失や心痛を耐え忍ぶ能力を高め、平安をもたらし、人生の試練に耐えられるよう助け、心を癒してくださいます。キリストはまた私たちが罪を犯すとき癒すことがおできになります。故意に神の律法の一つを破るとき私たちは罪を犯します。罪を犯すと私たちの魂は汚れたものになります。清くないものは神の御前にとどまることはできません。罪から清められると霊的な癒しを受けます。父なる神は私たちが罪を犯すであろうことをご存知ですが、私たちが贖われる方法を用意してくださっています。リンジー・ロビンズ長老はこう教えています。悔い改めは失敗した時のための神の大対策ではありません。悔い改めは主の計画であり、私たちが悔い改める必要があることを主はご存知なのです。罪を犯すとき私たちは悪を選ばずに善を選ぶ機会があります。罪を犯した後に悔い改めるとき私たちは善を選びます。イエス・キリストとその贖いの犠牲を通して私たちは罪からの贖いを受けます。悔い改めるならば父なる神の身元に戻ることができるのです。霊的な癒しは一方的なものではありません。救い主の贖いの力と罪を犯した側の心からの悔い改めが必要なのです。悔い改めの道を選ばない人々はキリストが与えてくださる癒しを拒んでいるのです。彼らにとってはあたかも贖いなかったかのようです。悔い改めようとしている人々に助言を与えるにあたり、私たちは罪のうちに生活をしていた人々が正しい決断をする上で困難を抱えていることに驚きました。聖霊が離れ去っており、彼らはしばしば自身を神に近づけてくれる選択をするのに苦闘します。何ヶ月あるいは何年にもわたって苦しみ、自分の罪の結果を恥じたり怯えたりしているのです。変わることなど決してできない、あるいは許しを得られるはずがないと感じることもしばしばでした。もし愛する人々が自分の行いを知ったなら、もう愛してくれなくなるか離れていってしまうのではといった恐れを彼らの地図するのをよく耳にしました。こうした考えにとらわれると彼らは誰にも言わないと決め、悔い改めを遅らせます。愛する人々をさらに傷つけないために、今悔い改めない方が良いといった間違った感じ方をするのです。今悔い改めの過程を踏むよりもこの人生の後に苦しむ方がマシだと思うのです。兄弟姉妹の皆さん、悔い改めを引き延ばすことは決して良い考えではありません。サタンはしばしば恐れの感情を利用し、私たちがイエス・キリストへの信仰に基づいて迅速に行動するのを妨げます。罪深い行動に関する真実に立ち向かうとき、愛する人々は時として心に深い傷を負いながらも心から悔い改める罪人が変わり、神と和解するよう助けたいと思うものです。実際罪人が罪を告白し、自分を愛し、罪を捨てるよう助けてくれる人々に取り囲まれるとき、霊的な癒しは促進されます。イエス・キリストは罪の犠牲者となりながらも、主に心を向ける純真な人の癒しにおいても大いなる力をお持ちであることを覚えておいてください。ボイド系パッカー長老はこう述べています。私たちが間違いや罪を犯すと霊は傷つきます。しかし肉体の場合とは異なり、悔い改めの過程が終わるとイエス・キリストの贖いのおかげで傷跡は全く残りません。主はこのように約束されています。見よ、自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私はもうそれを思い起こさない。私たちが十分に固い決意を持って悔い改めるとき、偉大な贖いの計画はすぐに私たちの生活に効果を及ぼします。救い主は私たちを癒してくださいます。伝道地での発作を起こした息子を救ってくれた同僚と医療の専門家たちは迅速に行動しました。息子は脳卒中改善薬の投与を受けることを選択しました。現世での残りの生涯にわたって影響を及ぼす恐れのあった発作による麻痺から彼は回復しました。同様に悔い改めてイエス・キリストの贖いの効力を生活にもたらすのが早ければ早いほど、私たちは速やかに罪の影響からの癒しを得ることができます。ラッセル・ネルソン大官庁はこのように招いています。もし今制約の道から逸れてしまっている人がいるなら、戻ってくるようお招きします。どのような心配事や問題があるにしろ、この主の教会には皆さんの居場所があります。今制約の道に戻るなら、その行動は皆さんだけでなく、これから生まれる何世代もの人々に祝福をもたらすことになるでしょう。私たちが霊的な癒しを得るには、救い主が示された条件に従う必要があります。先延ばしにしてはなりません。今日行動しなくてはなりません。霊的な麻痺によってあなたの永遠の進歩が妨げられることのないように、今すぐ行動してください。私の話を聞きながら、もし皆さんが犯した過ちについて誰かの許しを請う必要があると感じたならば、そうするようお勧めします。
その人に自分がしたことを話してください。許しを求めてください。神殿のふさわしさに影響を及ぼすような罪を犯しているのなら、今日ビショップに相談するようお勧めします。引き延ばさないでください。兄弟姉妹の皆さん、神は愛にあふれる私たちの天の御父です。神は愛する御子イエス・キリストに全ての力と知識をお与えになりました。主のおかげで全人類はいつの日かあらゆる肉体的な病からの永遠にわたる癒しを受けます。イエス・キリストの贖いのおかげで私たちが悔い改めを選択し、心を完全に救い主に向けるならば、主は霊的に癒してくださいます。その癒しの効力はすぐにも発揮されます。選ぶのは私たちです。私たちは治りたいでしょうか。イエス・キリストは私たちが完全になれるよう代価を支払ってくださったことを明かします。しかし私たちは主が与えてくださる癒しの薬を受ける選択をしなければなりません。今日それを受けてください。引き延ばさないでください。イエス・キリストの御名により、アーメン。